はい、皆さん、こんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。えー、今日もまたゲストに来てもらいました。健さんです。こんにちは。よろしくお願いします。そして,明してあ、明けましておめでとうございます。ああ、明けましておめでとうございます。はい、<の>去年はね。うん、うんうんうん。なんか、年が明けて、ゆうすけさんの部屋に緑がたくさん増えましたね。うん、そうなんですよ。そうなんですよ。<laughs> 最近、観葉植物にはまっていて。 うんうん、あハマってるんですね。はまってるんですよ。さあで、えー、あの早速今回は本題なんですけどもはい。えっと実は <laughs> あのですね <laughs> 私たち本題、さっきのは本題じゃなかったんですね。あこれはもちろんウォーミングアップで、はい。なるほど、なるほど。こういうね、リラックスした話もすごくね、楽しいですけども、実はですね、あのね、ケンさんのチャンネルではもう上がっている、上野公園で撮った動画なんですけど、あのあと、僕も撮ったんですよね。ああ、はい、そうですね。はい なんですけど、うん、あの私のミスで音がうまく取れていなくて <laughs> 本当にごめんなさい <laughs> <laughs> いえいえいやいあのー、4か月ぐらい前ですかあの時は、うん、そう、うん、あの動画はいつ YouTube に上がるんだろうかと僕はあの楽しみに待っていたんですけど <laughs> 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 そうなんですよあの <laughs> 音は取れてたんですけどね あのちょっと外の音がすごいガヤガヤ入っちゃっていろいろこう調整したんですけどやっぱせっかくいい話ができたのでやっぱいい音で皆さんに聞いてもらいたいなと思って再録ということでお願いしますもちろんです,、はい、はいすいませんけどもよろしくお願いします。いいはい、はい、ということでテーマなんですけども「いい日本語のレッスンとは」っていうテーマでお願いします。うん、てかお願いしましたよね。 そうですね。うん、はいということで、その、こうケンさんにとってこう、いい日本語のレッスンって、どんなレッスンだと思いますか、うん、いい日本語のレッスン。まあ、うん、いろいろあると思うんですけど、うん、まずは、楽しいこと。楽しいこと。はい。それは大事かなと思います。うん なんか楽しさっていろいろあるじゃないですか。なんかどういう楽しさが大事だと思いますあのレッスンを受けてよかったなっていう、うん、その充実感というかうん、うん、あの達成感というか、うんうん、そういうのとあの例えば会話のレッスンだったら あのその会話自体が楽しかったっていう。<laughs> うん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 。例えばですけどえっと祐介さんゲームが好きで、うん、えっとなんか最近観葉植物を集めててっていう時に、うん、全然なんか関係ないあのなんだろう経済の話についてとか。 なんかなんだろう、えー、料理の話についてとかをするよりこう最近のゲームとんか面白いのあるみたいな,うーん <laughs> なんか内容的に楽しい会話ができたりとか、うんうん、そういうのは大事かなと思いますそっかまあ2つのベクトルがありますよね、うん、多分その、うん、なんか クラスの前に計画できる準備できるそのオーガナイズできる楽しさの部分要はその充実感の部分とこう,うん、うん、クラスのその時にパッとこうその人が話したい言葉とかテーマをこう引き出せるかっていう2つの楽しさですねうんうんうんそうですねうんなんかレッスンが楽しいなと思って楽しいなと思ったらまたレッスンに 来るじゃないですかそうですねそしたらまた日本語を話す機会とか学ぶ機会とかも増えるので、うん、それをなんかそれが習慣になっていくと結局その人にとってこう日本語が生活の一部になったり、うん、あの日本語を使う機会が増えると思うのでう結果的にその人の成長が成長できるのかなっていう。 感じてて思ってますなのでその人の気持ちが「ああレッスン今日レッスンかや予約したけど行きたくないな」とかいうのは <laughs> 一番悪い状態かなと思ってますそう。そうですよね。まあ、楽しさがこう、うん、ある意味次のクラスの接着剤になってこうなんかこう思わず続けちゃうような。そそそそう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 ,そう そうですね。うん。ゆうすけさんは、はいはい。あ、ちょっと僕質問があるんです。はいはい。大丈夫ですか。すいませんすいません。えっと、その充実感とか達成感があるとクラスは楽しくなるって言ってたんですけど、うんうんうん。それをこううまくオーガナイズするコツとかってありますか。あ、そのレッスンをする側として、する側として、僕は。 その生徒が勉強しているもしくは自分で勉強したなんかギリギリのレベルのところを狙って言葉を選んでます。ギリギリのレベル例えばえっと、うん、そうですね例えば JLPTN5 レベルを勉強していてあのー、なんかそのその人が勉強しているような 文法とか言葉をできるだけ使う。で時々、なんか、ちょっと上のレベルを使うとか、うん。そうですよね。よく言いますよね。うん、この第二外国語を勉強するときに。その自分の持っているものをプラス一が一番いいバランスだっていう。うんうんうん。そ,うそ,うそ,うその。ね。な,うん、なるほど。うん、なんか、なんかなんていうんですかね。全くわけのわからない。 文法とかフレーズとかばっかり使うよりこうこうなんか分かるところを言ってこれも分かるみたいなうん,うん、うん、今新しい言葉とか文法を使ったんだけどみたいなそっかえそのなんかこれは知ってるだろうなこれは知らないだろうなっていうのはどうやってこう、うん 検査の中でこう、うん、インフォメーションを貯めてるんですが、学生の中のこう頭の中のインフォメーションをあーえなんかそれは今までの経験によると思うんですけどうー、ん、んうんなんかこう会話の僕は会話のレッスンばっかりなんですけどほとんどうんこうなんか挨拶をしてあの最近何したのとかうん、うん そういう話をしていってで何だろう割と簡単な会話だったらできる人が多いんですけどもうちょっと踏み込んでこれについてどう思いますかとか、うんうん、そういう難しい会話になった時になんか意見が言えないとか、うんうん、そ,うそういう人もいますね。 なるほどね。その実際に自分にあったことは話せるけど、うん、じゃあ意見についてどう思うっていうこう自分の考えを話すときにつまずくからそこがこう、うん、デッドラインになるのかなっていうのを話しながら見つけるってことですかそうですね。僕は基本的にそうですねもうなんかその人によります生徒によって、うん、ああこの人だったらこのレベルまでいけるかなとかこの話できるかなとか。 かこう、うん、イメージとしては階段を上って降りて上って降りて上って降りて<う>みたいなそうですねなんかすごく感覚的な話なので難しいんですけどうんそっかえそれってなんかこう自分でできるようになったタイミングってありますなんかもうスタートからもうは日本語のレッスン始めた時からできたのかなんかどっかのタイミングでできるようになったのか、うん 最初はなんかみんながなんて言うんですかねえっと日本語レッスンを始めた時はなんか JLPT のレベル別とかも全然知らなくてうん,なんならあの元気の教科書を見たことなかったんですよ。 でも自分で元気の教科書とみんなの日本語の教科書とか教科書を読みまくって自分でなんか PDF を作ったら、うん、あそういう感じなんだ日本語ってこうなってるんだっていうのを学んで、うん、あじゃあレッスンでこういうことができるかなみたいなのを1年2年ぐらい勉強しながら やってまましたねねそそうですよ、ね、なんかあすよよごくくの気持ちよくわかりぱ教科書一回ある程度理解するとすこう日本語の会談っていうのがわかるようになって最初にこういうの勉強してその上にこれが乗っかってくるのかみたいにそうですねそうちょっとテーマとはずれるんですけど、うん、なんかその教科書って僕は先生のためにあるのかなみたいな。 のもちょっと感じてます。<laughs> そうなんですよね。うん、多分イメージとしては、教科書って先生の引き出しみたいなもので。うん。うん。うん。うなんか、マジックボックスみたいな。なんかいろんな手品が入ってて。うん。そう。そうですね。そういうのは感じます。うん、そ,っそっか、そっか。じゃあ、ある程度その楽しいレッスンをするためには。 知識があって、うん、こう学生のそのできるできないのこうラインを見極めつつその学生の話したいであろう最近興味があるであろうテーマを狙って話すとそ,す、ねはい、それが当たって学生の表情が良くなるっていう感じですかあそうですね結構狙ってます何話したいかなっていうのはずーっと考えてますいつも。<laughs> <laughs> これね、うん、あの多分上野でも話したんですけど、はい、ここまで実は考えてるんだぞっていうのをね <laughs> 知ってクラスに参加するとまた多分楽しいと思うんですよね。うんうん、うん、そうですよね。うん、なんかこう何にも知識なしに映画を見るのと映画のパンフレットを買って読んで映画を見るのの違いみたいな。ああ確かに。<laughs> うん ね、あこういうふうにチャレンジしてるからあできなくてもいいのかあできないところを見てるんだっていうふうにね思って参加するとね<う>いいかもしれないですね。うん、そうですよね。ユ、う、ー、ん、スケさんはあのーうん、いい日本語レッスン、うん、とはそうですね。あすみません。2つあって日本語っていうポイントと コミュニティっていうポイントがあると思っていて一、うん、つの日本語っていうのはケンさんさとすすごい似てますやっぱりクラスでチャレンジしてできたあ私できたわっていう自信をつけてもらううん、うん、そうですよね多分あのなんかのなんか有名なフレーズであの聞いたんですけどあ違うわあの あのなんだっけテッドだスーパープレゼンテーションで見たんですけどうん、うん、クラスって安全なところで失敗をさせる場所だっていうふうに言っていて、うん、だから失敗しても大丈夫だっていう自信とチャレンジしたらできたんだっていう自信を持ってもらいたいあーあなるほどなるほどそうですよね結構あのまあ僕も 中国語まあ学んでるんで気持ちは分かるんですけど、うん、こう失敗したらどうしようかなとか,なんか変なこと言っちゃったら、ね、先生怒っちゃうかなとかいろいろ不安とか怖いこともありますからね。うんそう、うん、やっぱり言語を話す時をねもう、まあ、ちょっと同じ話になっちゃうんですけどその できる自分はできるんだっていう自信も大事だけどそれと同じぐらい失敗しても大丈夫なんだっていう自信を持つことって大事ですよね。うんうん、確かにそうですね多分それを持ってそれを学生に持ってもらえれば日本で多分日本語が使えると思うんですよ。失敗しててててももいいいいんんだだよよっっ間違えとにかくだからクラスではよく笑うようにしてます。 ああなるほどね。うんうん、えっとなんか僕のユースケさんの印象なんですけど、うん、よく笑う人そして声がかっこいい人っていうのがあるんですけど。<laughs> うん <laughs> うん、ありがとうございます。でもなんかレッス,、うん、ス,スンの時にはいつもなんか普段よりもっとニコニコしてますか ニコニコするし、ちゃんとこう受け止めて笑うようにしてる。うん,う,んうん、うん、うん。ああ、そうですよね。あの何、ーうん、て言うんだろう。コミュニケーションですからね。うん,うん、うん、聞いてるよってうん。今僕あのー、話に興味があるよって <laughs> うん。<laughs> うん、そうですね。うん、最近でもこれぶつかってる。壁があってはい。 あのラテンアメリカの人って、うん、笑,わ笑われるのが結構好きだったりするんですよ。うん笑われるっていうのはその人が話していての他の人がその人の話に対して「ああ面白いね」「い笑う」とかなんかあのー、例えば学生が「終わりました」っていう時言わなきゃいけない時に「終わりません」って間違って言ってしまって。 うんうんうん。で、終わらないのかいみたいなのを。話してこう。ギャラ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 ,ラ,ラって笑うっていう。あ、ああなんか日本のお笑いみたいな感じですか。でそう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 。間違ってツッコミがあるみたいな。うん。なんかそこに笑いが生まれるっていうのが、僕はなんかスペイン語を勉強するときに。間違えてみんなが笑っていて。うん 恥ずかしさもあるけど、ちょっと俺、ユーモアあるんじゃないって思う、<ー>思えたことが自信につながったんですよ。あこれみんな笑ってもらえるぞと。はい、人気者になれるかもしれない、間違えるとっていう。あなるほど。自分がみんなを笑わせるっていうことですね。笑われてるんじゃない。<ー>これは笑わせてるんだっていう。なる,なるほど、なるほど。<laughs> そう。うん、ただ、 これは国によってだいぶ変わってくるなって最近感じていて。うん、うん、うん。なんかこう、国の人、その,なんかその人の国によっては、それがすごく嫌だっていう人もいるんで、うん、あ気をつけなきゃいけないなーなんて思ったりする。今日ああ、うんうん。わかります。わかります。うん、なんか僕もあのグループレッスン何回かやったことあるんですけど、うん いろんな国籍の人とか、えー、文化のある人とか宗教が違う人がいるのでなんか言ってはいけないこととかあ,のあんまり好きじゃないトピックとかもあったりしますもんね。うんうん、そうね、うん、だからなんかこうある種こうねちょっといい例えかどうかはわからないんですけどこう地雷が埋まってマインスイーパーやってるみたいな。 うんうん、どこにこう爆発する爆弾が埋まってるか分かんないから <laughs>、うん、時々はそこに触れてポンって爆発してなんか <laughs> クラスの雰囲気悪いっていう時もあるしああ、うん、ありますよねありますね確かに、うん、そう、うん、であともう一つのコミュニティの方は、はい、やっぱお友達作りあうん,あうーんなるほど、うん、なんか 同じクラスメートで例えば2人でもいいと思うんです2人でもいいですし、ね、4人5人のグループレッスンでもいいんですけどうん、うん、一緒に日本語を勉強している仲間を作るっていうのそれができればいいクラスっていうふうに感じてますねうん、うん、あなるほど確かにそのそうですよねクラス特にグループのクラスだとうんそういうのも 友達が作れる一緒になんか自分が頑張っていることと同じことをしている友達がと出会えるみたいな、うん、そういうのもいいですよねそうそうなんですよ、うん、なので、うん、こう僕はみんなが集まる場所になれればいいかなと思っていてなるほどなるほど、うん、なんだろうイメージとしてはジムみたいなジム そこにいいものは揃えてあるけど使うのはみんなだよとかああ<ー>続けられるようにジム仲間作ってねとかうんうん、うん、そんな感覚かな、うん、それができれば僕がいなくても上手になるんすよあはいはいはい、うん、そうなってくれれば一番いいかなってうんうんあなんか今何て言うんだろう お互いの,そのいいレッスンとはに共通する部分がちょっと見えてあの何だろう頑張らなくてもいい環境が作れるかどうかみたいなのを感じたんですけどあの今ねこうジムみたいなレッスンあのクラスはジムみたいな環境をコミュニティを整えてあげることがいいことみたいな。 友達ができて、お互いにその人たちが「でねね最近このフレーズ勉強したんだけど」とか「うんうん、<laughs> 会話しようよ」とか、うん、なんか頑張らなくても自然と日本語が上手になっていく環境ができて、うん、なんか僕が言ったこうレッスンに来るのが楽しいなんか先生と話すのが楽しいとか、うん <laughs>

言語に関しては僕子どもの頃に日本語勉強を話せるようになるために辛い思いしたかなって思うと、うん、いや子どもの頃からなんか「お父さん」って言えたら周りの人たちが大盛り上がりしてくれて、うん、で、まあ、赤ちゃんですけどねうん。でなんかこう「何々したい」って言えたらみんなが「わー何々したい」って言えたーとかって喜んでくれて。<laughs> で「こんにちは」ってご近所の人に言ったら、うん、ご近所のおばちゃんたちが「あ上手に挨拶できたね」って言ってくれてああはいはいはいなんか名前言っただけでも「お兄ちゃん名前何?」って「ゆうすけ」って言っただけでも「うん、あ上手だね名前も言えるんだ」って、ねうん、言われたことありませんかありますあります嬉しいじゃないですか子供心に嬉しいですね うんうん、だからもっともっと褒めてもらいたいもっとこうなんかみんなの明るい顔を見たいって思って多分子どものゆうすけは多分日本語を覚えていったんじゃないかなって思うとまあ幼稚にはあんまりできないけどでもそういう雰囲気は作ってあげれればいいかなそれが多分なんかこう頑張らないでなんか頑張ることが目的ではなく楽しさだったりとか。 なんかこう、うん、褒めてもらいたいとかなんかポジティブな気持ちで日本語を好きになって勉強してもらえればいいかなとは思うね。ねえー、そうですよね。うん、なんかさっきも言ったようにあのできたっていう、うん、ね繰り返しで。うん。うん。ねえ。だからまあ。そういう気持ちがあったらねえ。うん なんかもうあの自分からあの日本語話させてくださいみたいな、うん、<laughs> もっともっと俺に日本語話す話させろみたいな感じになりますよね。うん、そうですね、まあ、だからこそこう、うん、常にあこの人と話したいなって思われるような人間ではいなきゃいけないなって今日しての人の魅力と思っていかなきゃなとは<あ>、うん 確かにね。そうですね。レッスンをする側としてはそうですね。そうですね。うん、あのー、だから多分うん,うん。ああ、すいません。うん、うん。なんか僕あの英語を勉強してた時、結構英語のレッスンは取ってたんですけど。うん、あんまりネイティブの人が周りにいなかったので、うん、その時まだ結婚してなかったんですけど、うん、僕あの可愛い先生ばっかり。 予うんうんうんでもそういうのも大事っすよね。<laughs> と思います。はいうん、でなんか最初にまずこの人と話したいっていうのはもう見た目から入ってもいいしでもそれが続くってことは何かこう、うん、人間の魅力があったりとかするだろうしねえ、うんね、きれな女性と話したいっていうのはねえ

怒ってる人ににわわざわざ話しかけに行かけいそうですねだまあとにかくねその教師として準備できる部分っていうのはもちろんその知識そのね日本語を教えるための知識っていうのはこう頭の中に入ってないといけないとは思うけど、うんうで,ね、でもそれプラスやっぱり今は特に、うん この人と話したかったりとか、この人のレッスン行くと、なんか嬉しい気持ちになれるっていうクラスが必要ですよね。うんうん、そうですよね。うんうん。確かに確かに。話してよかったなーって思えたら嬉しいですね、うんうん、そうですね。